わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。嘘やろ。大阪府警本部長殿、どないなってますんや頭、何言うとるんや。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。この間ですね。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、なわけあるかいボギー。それ渡せ、この裏切り者が。西島、今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。真島の兄さん。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は。あいつが荒川真澄だな。そうです。来ないな喧嘩、一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか剣道。味方になると頼もしいね。なんや、おもろいことになってきましたな。で、今天童の横におるもじゃもじゃが昨夜話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。血がたぎるってもんじゃねえか。始まりますぜ。ああ、狙われるのは渡瀬と大吾だ。誰も近づけさせる。くそが、いい加減にさらせ。渡瀬、やべ。渡瀬、なんだやっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？ふっ、何を言うとるんだよ。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。
こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。くっそー、マジか。キリュウさん一人だけカッコつけすぎや。よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞ、こらー。